どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ヤン・カレンバッハ。大山道場時代からの極真空手を知るオールドファンはこの名前に馴染みがあるのではないでしょうか。身長187センチ、体重が95キロとも110キロとも言われるその巨体を誇る。元は柔道を志し、その後極真会館オランダ支部に入門して空手道と合わせて5年以上修行したとされ、柔道4段極真空手3段を取得。オランダ格闘技界の祖と言われる大山マスターズにも強い弟子と言わしめ、空手バカイ時代にも登場するジョン・ブルミンの一番弟子だったといいますが、そのブルミンでさえ組手を敬遠するほどの力をつけたといいます。そんなカレンバッハは1966年、指導のためにオランダを訪れていた黒崎武時の強さを目の当たりにしたこともあり、本部道場で修行することを決意。1967年に来日、その頃本部道場には世界各国から続々と稽古生が押しかけており、オランダからカレンバッハの他にクレメンシュタイン、ルック・ホランダ、ニュージーランドからはジャン・ジャービスがやってきていたといいますが、その中でもカレンバッハの強さは抜きん出ていたといいます。その気質は質実剛健であり、強さに対しても徹底的に追求し、自分の肌で直に触れなければ納得しないところがあったという。誰でも組手を申し込む積極的な姿勢で、日本の黒帯全員と組手をやりたいと言っていたという。その強さは本部道場の茶帯を総崩れにし、当時の黒帯の加藤式山崎輝友も苦戦し、大山敦夫に至っては屈辱をさえ味わっているといいます。その組手の前に大山敦夫は同じ指導員の小倉に、大山君、オランダから来たカレンバッチには気をつけた方がいい、昨日組手を申し込まれたんだが押されっぱなしだったと忠告を受けていたといいますが、いざ申し込まれ1階の道場で相対する、得意の冗談回しではもちろんのこと、飛び上がってついても顔に届かないような気がして、もう一つの得意技である剣撃も太い両腿でガッチリガードされている。5、6分も経つと全身に冷や汗が吹き出し、カレンバッチは顔面と剣撃を十分ガードしたままじりじりと攻め寄り、後ろへ通され後がなくなり、捨て身の攻撃を仕掛けるが効かず、大口立ちで構えた前足からちょこんと蹴られるだけで体が大きく伸びず、左右の正拳突きがまるでピストン、まるでサンドバッグのようになる。息が詰まり、立っているのさえ辛くなる。下を向いて無我夢中で突進するが、軽く足を払われ宙を回り寝技に持ち込まれ、そういった中で3、4回参ったをした。窒息するほど息が詰まり、プライドも栄光も誇りも砕け散る。館長がお呼びですよという事務員の声がかかって、勝負は終わりを告げた。それにより空手道に対する理念が根底から崩れ、自分の修行まで左右するような大疑問を持つことになったと語ります。あの日大の花山崎輝友も、私にとって体力差を感じた初めての対戦相手で、どうしたら完璧に大きいものとの組手を受けて立つことができるか、いつも考えることになったと転換点であることを認めており、しかしカレンバッハもまた山崎先生との組手では勉強させられることが多々ありました。知的な戦い方をするので怖かったですと、双方にとって実りの多い戦いであったことは間違いないようです。しかしそんなカレンバッハは本部の黒帯を
ことごとく撃破したことによって慢心し、俺は誰よりも強い、俺より弱いやつの教えなんか受けられるかと稽古の明らかに手を抜くようになる。そんな折、あの伝説の空手家に白羽の矢が立ったと言います。スモールタイガー藤平明、大山抹殺の命により無礼体だったから、そこからパンチの必要性を痛感し、大山抹殺の反対を押し切ってボクシングを学び、ボクサーとして10戦全勝を果たした。しかしまたもや大山抹殺の命により黒崎武時のもとへ行き、キックボクサーとして活躍していた彼はやはり大山抹殺の命により本部道場に呼び出されたといいます。館長が会いたいからという言葉に訳が分からず道場の時、そこには手を抜き、あからさまにちんたらちんたら稽古をしている外国人カレンバー派の姿があった。それを見た藤平明夫はなんだいと思ってね、態度は気に入らなかった。だから1階の道場にカレンバッホを呼んで立ち会い人を一人つけて踏み手したの。体がバカでかくてその上スピードもあった、力も強くて、当時本部には牢山や山崎がいたんだけど手を焼いていたみたいな。だから俺がやってやろうと思った。その結果始まった戦いは凄まじく、人によって伝え聞くところは違いますが、あるものはカレンバッハの速射砲のようなワンツーを藤平明夫はかわし、素早い踏み込みとフットワークで圧をかけ、丸太のような太い足から繰り出される中段回し蹴りをあえて脇を開けることによってその腹で食らう、けどその後脇を締めて捕獲し接近し、カレンバッハを羽目板の上に押し倒し叩きつける馬乗り襲いかかるとしたところ、今度はカレンバッハの方が藤平明夫のその襟をつかむ。体格差、柔道も非常に卓越であるというその技術を生かし投げ飛ばし、再び向かい合う。同じ展開を繰り出し、最終的にはカレンバッハが参っておっしゃる。またある話では、思い切って放たれるパンチを回復、ガードを固めて藤平明夫が飛び込む、蹴りの軸足、太ももの内側に膝蹴りをし、そのまま押し倒すが、その後前述したのカレンバッハの卓越した柔道技能のため、倒れた時は藤平明夫が上だったが、次の瞬間には入れ替わるとそのような展開が続き、最終的にやはりカレンバッハは参ったをしたという話もあります。それを振り返り藤平明夫は、俺も分かったからね、30分ぐらい経ったのか、向こうが根を上げちゃって、その後は真面目に稽古するようになったみたいだと雑誌のインタビューでは答えているようですが、しかし本人によるドキュメンタリー動画を拝見する。しかしその時だってさ、ボクシングでパンチの練習を覚えてなきゃかわせないと語っており、多少の余裕があれば避けてからすぐに変化に向かうと、その実力が恐るべきものであったことは間違いないようです。その死闘を経てカレンバッハは清々しい表情を浮かべ、その後は襟を正して稽古に勤しんだという。その半年後にオランダに帰国、しかしその後より武道の奥深さや神秘に触れたいと思い始めていたカレンバッハは、牢山初を通して大気圏と出会い、その後大気圏の創始者である剣聖と呼ばれる沢井健一との開口を果たし、神髄師弟の間柄となり、後に教師七段を認可され、オランダにて神武剣道場を主催、欧州における大気圏の第一人者として広く交流を図ると、さらなる武の追求に生涯をかけたといいます。あらゆる武道において常に研究熱心で、その武道心にはものすごい熱意を増し、技においては外見上派手なものは好まず、シンプルなものを繰り返し練習し、得意とする顔面への打撃も相手を確実に捉える打ち方をし、決して無理のない攻撃を順次繰り出すというやり方で
非常にネズミの首手をし、鋭利な闘争心と向上心に支えられた精神力の並外れた強さには、実世の竜としての風格が堂々と備わっていたといいます。当時を知る後押君、得意の右ストレートと足バレ、みんなやられていたね、と感服した。最高の外国人選手はカレン・バッハでしょう。相手の呼吸に合わせ技を出すのが上手だとかだと。激闘を繰り広げた同様の発音もまたカレン・バッハには試合のルールを超越した強さが。私は歴代の外国人空手家でナンバーワンを挙げるとするならば、やはりカレン・バッハだと断言しています。まさしくその後に続く大型外国人、日本人から見れば巨人たち、その発端、脅威、対策、それらを抱かせることになった始祖の巨人といって間違いのない大人物、武道家と言えるのかもしれません。私はこれからも現代の極真空手、武道、格闘技、それらの礎となった大人物や武道家たち、それらを皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。